Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor, ed eccoci su One Piece Pirate Warriors 3. In questo video affronteremo la battaglia decisiva in Alubarna, dove dovremo aiutare Bibi a riconquistare il suo regno di Alabasta. Iniziamo. お前泳げねえんだな。そうよ、あっちは悪魔の実を食べたのよ。冗談じゃないわよ。左手で触れればフーラ元通り。これがあっちの食べたイカス。ねえ、なんか船がこっち来るわよ。あら、もうお別れの時間。残念ね。 悲しむんじゃないわよ。旅に別れはつきもの。でも友情ってやつは付き合った時間とはまた会おうぜ。さあ行くのよお前たち。はっ、ミスター2コンクレートマン。 ミスター2。あいつがミスター2ボンクレ。厄介な相手を逃がしちゃったわね。あの能力を使われたら私たち仲間を。いや、今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てる。印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。 でもあれは本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。何でもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。仲間を少しでも怪しいと感じたら、 この包帯を取って印を見せ合う。それができなきゃ偽物だ。よし、とにかくこれから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。 ビビと共にアラバスタに上陸した一味は、世界政府公認の海賊オーカ七部会の地位を利用して王国の乗っ取りを企てるバロックワークスの社長クロコダイルのアジトへと乗り込んだ。クロコダイルの罠にはまったルフィたちは一時捕らわれの身となるが、別行動を取っていたサンジとチョッパーの活躍によって脱出に成功。しかしその間にクロコダイルの計画は大詰めを迎えようとしており、バロックワークスのエージェントたちが暗躍する中、 首都アルバーナに迫る反乱軍と国王軍が衝突しようとしていた。戦いを止め、クロコダイルの野望をくじくため、リビとムギワラの一味はアルバーナへと急ぐ。さあ、パーティーの始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。始まっちゃった。 まだ間に合う。まずは目の前の敵を倒してアルバーナに乗り込むのよ。急いで。そろそろ時間だな。 A sconfiggere il crocodile, ragazzi. E c'è un intermezzo invece. Fulton a doko ni aru? Kami no na o motsu sekai saiyaku no kodai heiki. Kono kuni no doko ka ni nemutte iru hazu da. Heiki? Shiranai wa. Sonna mono kono kuni ni wa. Tashika ni
存在すら疑わしいものであることは俺も承知だ。ところで今この国の連中が他帝国に強力な爆弾が撃ち込まれる手はずになってる。直径5キロは吹き飛ぶ特製弾だ。そんな…さて、さっきとは質問を変えよう。ジョネグリフ、それなら総裁殿にあるわ。さあ教えたんだから早く広場の方。そんな約束を誰がした？お前一人でも。いやよ、私はこの国の王女よ。まだ間に合う、攻撃は。さて、総裁殿と言ったな。戦いをやめてください。戦いをやめてください。ビビ、ちょっとあんたたち何ぼーっとしてんのよ。こいつがポーネグリフか、ニコロビン。さあ、世界最悪の軍事力、プルトンの在りかをさっさと教えろ。記されていないわ、ここには。何？プルトンって言葉、一言も出てこなかった。そうか、残念だ。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。しかし、最後にお前は公約を破った。あなたがそういう行動に出るなら、私に考えが。てめえ、まだ俺の邪魔はしてえのか。すべて。そりゃあれだ。Allora facciamolo fuori sto bastardo. Ciao ciao crocodile. Yogi è valido. Anch'io.なんでお前俺たちの船に乗ってんだよ。アチシが今この船に乗ってなかったら、この船はデューなってたと思ってんの。海軍に奪われてたかもね。じゃあお前、海軍からゴーイングメリー号を守ってくれたのか。なぜだ。ダチだからよ。さっさとトンズラぶっこくわよ。行きたきゃ行けよ、俺たちはダメだ。
仲間を迎えに行くんだ。ダチのため、ここで逃げるはボンクレーにあらず。麦ちゃんチーム、あっちがおとりになるわ。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、散らばもろとも、まことの空に。ボンちゃん、俺たち、おめえらのこと絶対忘れねえからな。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る暗い暗い嵐の中で、一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前には、あ、海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。みんなービビー、ほら来た、ビビー、船を戻そう、急げビビーちゃん。海軍もそこまで来てるぞ。お別れを言いに来たの。今なんて、私一緒にはいけません。今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だからいけません。そっか、私は印なら罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。問題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたら、もう一度仲間と。よし、いつまでも仲。バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。Beh ragazzi, abbiamo salvato anche Alabasta e Regno Principessa Bibi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Un saluto a tutti, al prossimo video.